この動画は楽天ゴーラの提供でお送りします。あなたの悩みをサクセス解決教えて中井ゴーラ。長いプロ、はい、うまくロレツが回らなくて長いプロになっちゃいました。中井プロです。はい、はいはい、皆さんこんにちは、なみきです。そして中井役です。よろしくお願いします。あ、ロレツが回らなくて今もうこれで切れなくなったよね確かにということで、はい、はい、ということで、うん、今回も質問コーナーをやっていきたいと思います。じゃあ今日の動画はこちら。トレンドに絶対流されるな、テキュー小屈、いいところ悪いところ、中井学プロがビシッと解説します。これか、うん、もうこの小屈に関してはね、うん、本当に、うん、本当にたくさんのコメントが来ましたよ怖い。いやいや、でそれくらい皆さんもやっぱ気になっているところ。これね、これね、日本プロの予選会行ったんですよ。その時にこれすっごい言われました、いろんなプロに。なんて言われたかって、よう言ったって言われました。あ、だからってことはプロの皆さんもそう思ってたってこと、うん、だよねって、見ててだよねって言う、もう思わず言っちゃいましたよっていう、プロに何人も出会いました。ありがとう、ありがとう、よかった、ほっとした本当に。これ、ね、何、この動画で本当に何言われるんだろうっていうのは、うん、実はちょっとあったので。トレンド追いがちじゃないですか、うん、昔からあるものであったり、はい、それがなんかこう何年か後にこうやってリバイバルしてこう話の中に出てくるっていう時に、こう何かこう、うん、別にこじつけではないんだけど、なあのトピック化してしまうことってあんまり良くないなと思っているので、はい、だから決してこれが悪いとかということじゃなくて、いい悪いじゃなくて、いい悪いじゃなくて何か流行りにしないでねっていうところはあります。はい、一つ目、はい、アッキーさんからです、はい、いつも楽しく拝見させていただいています、はい、質問ですけど、はい、ゴルフグローブをつけて練習などしてますが、うん、左手の親指のところばっかり破れます、はい、力の入れ具合が悪いのでしょうか、はい、教えてくださると助かります、はい、ということで、ちょっと似てる質問のね、もう一つあるので、はい、そちらも先に読みます、はい、火星人さんからです、はい、自分も便乗させてください、はい、手のどこに豆ができるのか正しいのか知りたいです、はい、ガクさんの豆の位置を教えてほしいです。あ、はい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 、ということで、はい、皆さんやっぱゴルフグローブをつけて練習されてるんですけど、うん、その親指のところばっかり破れる、うん、まあでもこれここ、ね、結構あるある。僕ね、破れないんです、一切破れないんです。じゃあやっぱり、うん、私たちアマチュアはちょっと変な力の入れ方をしちゃってるから、うん、親指のところが破れちゃうんですか。はい、それもあるし、うん、要はグリップがねじれてる、グリップねじれてる、要するにクラブがこうトルクがかかってるわけですね。こういうクラブにこういう回転する、はい、シャフトが軸がこう回転してるっていうトルクがかかるわけです、うんうん、そのねじりが強すぎるんですよね。ほう、そうするとここ破れます。じゃあそれはどうすればいいですか。はい、あの解決というか、これちょっとあのウムガルというわけで、あのごめんなさい、まず今日僕切れて、そう、慎重してるんで、あのあれなんですけど、うん、僕このまあ天然比較の場合は、はい、要は汗かいてカピカピになったらもう使えなくなるっていう形で、はい、あの破れて交換はほぼないです。あ、そうなんですね。はい、人工比較の場合はあの何度も洗って使ったりしてます。あ、はい、ワクサでも洗って使われるんですね。使いますか。だって破れないんで基本。そうか、そうですね、ガクさんは。要はグリップするときに、要、こういうねじれですよね。こういうねじれ、うん、こういうねじれをかけたら当然ここは擦れますよね。あ、じゃあ毎回ワンショットずつで、うん、こう、ここでグッグッグッとね、こうねじれてる可能性が高い。それ私でも自分やってるかわかんないです。なんか確かめる方法あります？うんうん、確かめる方法というか、まあ本当にこれが確かめる方法なんですよね。あ、そっか。そう、破れていれば、破れていればそれが起こってる。え、ここが破れてる人は原因として考えるのはこれだけですか？あの、要は、まあもちろんこういう持ち直し、バックスイングで手がこういうふうに開いてギュッギュッギュッって持ち直してる人、あとグリップの握り加減がバラバラな人、その要はずっと同じ握り加減で握ってない人、はい、もうここが破れやすいですし、あのとにかくこう、もう要はこういうよ、このシャフトのねじれがかかりすぎてる。でもそれは、うん、多分皆さんやりたくてやってなくて、はい、
こういやなっちゃったって感じじゃないですか。 そうですね、それどうやって改善すればいいですか。これはもう本当に、これ根本問題なんですよ。だから根本的にそのクラブをその ねじらないスイングにしなきゃここを破り続けると思います。はい、じゃあそもそもスイング改造しなきゃってことですか。スイング改造というか、まあ端的に言えばクラブが軌道上プレーン上に乗ってれば、はい、ここをねじれないんですよ。ほとんどその負荷かからないんですよ。はい、なんだけどこれが負荷がかかるような動きを単純にしてる。だからスイングのエラーがここを破りさせてるっていうのは考えられますし、でなんで僕ここの指特に左の親指に関してすごく大事にしてるかっていうと、ここ怪我して先生目叩いてる人多いんですよ、プロで。ここが要はバネ指というか、こういろんな、まあ、腱鞘炎もそうですけど、はい、左の親指に負荷がかかりすぎて、痛めてしまってっていう方は多いので、はい、そういった意味でもここがねじれないようにっていうのは自分の中のスイングのテーマでもありました。なので体で打つっていうのを前提としているのはこういうところに負荷をかけないためっていうのがあります。ですからハンドファーストで手元とクラブを体で先導させて持ってくればほぼここねじれないので破れません、はい、っていうすごく根本的な話になっちゃいますでしょ。そうするとかなり壮大なことになってしまうので、はい、ここが破れてる人は手で返して打ってる。だからまあ手打ちの証でもあるっていうのは言えますよね。はい、はい、じゃあもう一つのこのガクサの豆の位置なんですけど、はい、位置はどこにできますか。僕はですね、まあ、これちょっと山が強くなると削ったりするんですけど、いつもやっぱできるところは同じ。同じです。左のこの小指、薬指、中指のこの付け根の部分、ここに3個。これは学算的になぜかっていうのは、はい、もう普通にグリップの時のこの引っかかりで、はい、まあ、できた、まあ、長年の練習でできた豆ですけど、これだからもう常にこう削ってます。だんだんこの山が大きくなっちゃうんで、そのグリップのフィーリングが変わるとダメなんで少しずつ削ってます。へ、はい、お風呂上がりとかに削ったりして、あんまりこの要するに膨らみが強くなりすぎないようにはしてます。あとですね、右のここ、はい、あ本当だね、この腹、薬指がの腹と中指の腹、この腹の位置にマネがあります。ですからこっちもこういうふうにしっかりとここで持ってる。ですからここ3本ここ2本で持ってる証です。なるほど。でもこれはいい豆なんじゃないですか、はい、推奨したい位置です。おこの3本の 3つの豆の部分がしっかりグリップする、うん、右もここがこのようにまあこうですね、ここに当てて持っているので、うん、なのでここの部分に強く豆ができるということですけど、僕そんなにねむちゃむちゃ手のひら硬い方じゃないので、はい、意外と柔らかい方なんですよ。っていうのはそういうぐらいグリッププレッシャーもそんなにガチッと握ってるわけじゃないので、はい、はい、だからここに関しては迷いがないので、はい、じゃあ皆さんぜひこのガクさんの豆の位置をこの豆の位置お手本に、はい、お手本にしていただいていいと思います。はい、はい、これは僕か、数少ない自信を持ってお手本にしてねって言えるところなんで豆の位置、はい、豆の位置、はい、はい、皆さんもぜひここに豆ができるように練習してみてくださいね。はい、ウェムガルフ。じゃあ続きましてお二人目ですね、てってれいさんからです。中井プロ並木さん、いつも大変参考になる情報ありがとうございます。はい、手首の小屈とスイング軌道の関係についてご質問です。はい、私の左手首はほぼフラットから少しだけ背屈、うん、はいはい、こっちですね、ですが、はい、切り返しでシャフトが立ってしまい、うん、逆ループ軌道にアウトサイドインのカット打ちになりがちです。はいはい、一方で小屈の動画を見ると、はい、縦振りでも綺麗なループからのインサイドアタックが多いので、はい、どうしても小屈に憧れてしまいます。はい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 、難しくてどうやってもできないのですが、はい、手首の角度とループやインサイド軌道のスイングは関係があるのでしょうか、うん、とのことです。はいはい、実際に僕も、うん、じゃあどっちって言われたら小屈で打ってますよ。ですからこういうふうにこの左の手首がこう山なりになるようにこうならないようにはしています。はい、だそのためにまあ端的に言えばプレーン上にクラブが乗ればその形にはなるので、はい、僕が危惧してるのはそれを手の力で作っちゃうというのがやっぱり一番ポイントとしてはマイナスになると思うので、はい、なるべく自然な動きとしてそれを捉えていただきたいなというのが
あります。単純に言えばこういうふうに手のひら合わせてこういうふうに甲側にこうヒンジコックをする練習、うん、でこのままクラブを持たないでヒンジコックをしてこのまま戻していく、うんうん、ヒンジコックをしてそのまま戻していく、この関係性、これをご自宅でやってみてください、はい、要はクラブを持ってしまった瞬間にコックという言葉を使った瞬間どうしてもこっちに折るっていう意識を持ちがちです、うん、ですがこういうふうにフェース側に動く意識を持つということが大事で、フェース側に動いて下半身から戻してくれば当然この小屈での左の手首が小屈した状態でのインパクトっていうのが可能になりますけど、どうしてもこちら側に折ってしまうと当然こういう今コメントしてる方がおっしゃってるようにクラブが立ってしまうとフェースが開いてしまう。だからそもそもクラブを立たせるとか寝かせるとか縦振りとか横振りとかっていうことがあまりにも意識の中にありすぎて結果的に複雑になってしまっていると、うん、なのでまずは単純にクラブフェースの方向をこの要は二次国方向ですからこの方向に手首を動かす練習をまず手のひらを合わせる動きから感覚として掴んでいただいて、そうすると左肘の曲がり方、左肩のローテーションの要はこの入った時の肩甲骨の動きっていうものがまず明確にできます。でこの時にまあもちろんこのように手首が柔軟な人、手首が硬い人によってこのコックが下を向けられるかもしちょっと上気味になるかってこういうふうに分かれるんですよ、はい、それはもう人の関節によるので、あのこのようになるべくまあこの方向ですね、この方向に縦方向に行かずにこの甲側に折るようなイメージを持つということをまずシンプルに持ってみてください。ですからそうすると何かボールが上がらなくなるんじゃないかと考える方多いんですが、その状態でインパクトを持ってきていただければ大抵のクラブはボールを上げてくれることができるので、はいはい、なのでまずここの感覚に慣れるというところからやってみてください。今後この発展系はまた今度はい、どこかでやらせていただきますので、はい、そうですね、はい、ぜひお願いします。どうもです。ウムガル、次の人いきましょう、はい、身辺調査青物さんからです、はい、ガクプロに質問です、はい、ゴルフを2年前に始めた25歳です。ありがとう。スイングが汚くても安定しててスコアがいい人がいますよね、うん、いますね。スイングを修正して綺麗な球筋が打てるようになるのか、うん、今のスイングのまま毎回同じ球が打てるように練習するのか悩んでいます、はい、まだ安定したスイングができていないうちに、はい、スイングを変えるということに対してどのように捉えたらいいでしょうか、うんうん、これはでも分かるっていう感じの質問ですか、ね、感じですね、うん、やっぱりこれはやはりゴルフをやってる以上永遠のテーマになりそうなところではあると思います、うん、で、僕自身そうですね、始めてから、まあ、ずっとやってきて多分もう微妙なマイナーチェンジはずっとやってますね。だから何にも変えないで1年間やったって多分ないんじゃないかな。ずっと何かしらのマイナーチェンジというか自分の中で理想を求めていく中でもう少しこうした方がいい、もう少しああした方がいいっていうのは細かいところですごくやってますけど、まあ大きなところっていうのは基本はそんなに変わらないですね。だから皆さんにはまずその大きな大元の部分をまあ一定させるっていうことは必要だと思いますけども、でもやはりゴルフスイングってその方々にとっての正解があって、うん、その全ての方にとっての正解っていうのはやっぱり難しいというかね、うんうん、もちろん基礎基本こういうふうにしか動きませんよ、こういうふうにしかできませんよっていうのはあるんだけど、はい、何か完成させようとかっていうのをあんまり思いすぎない方がいいと思います。今自分ができることをやるっていうのが一番大事なことで、できないことを憧れてることをやっても別にそれがその方にとってのプラスアルファになるかって限らないわけですね、うん、そうですね、はい、だからよく例えば最近だとダスティン・ジョンソン、あとケプカとかね、そういう欧米の選手のスイングを、まあ、真似してます頑張ってますっていう方をよく拝見するんですけども、うん、まずその前にエンジンですよね、
排気量が大きくないと、あと腕の長さだとか関節の柔軟性だとか、そういったものが揃ってないとあのスイング例えばできないわけですよ。なんか形だけ真似すれば真似てる、まあ、できるっていうふうに思いがちだけど、彼らのスイングっていうのはもう実際彼らに会って見たことがあるので言えるんですけど、まあ背も高いし、まあ筋力のつき方も我々日本人とはもう全然違うようなあの体型ですから、そんな中でですからそのエンジンでそのスイングをするなら分かるんですよ。だから僕はスイングっていうのはその車でいうそのフレームだったり、そのなんていうシャーシだったりっていうその外枠だと思ってるので、あとは走らせるのはエンジンじゃないですか。エンジンなかったら走んないわけですよ。それと同じでその必要の筋肉や柔軟性がない限り彼らみたいなスイングができないと僕は思っていいと思うんですよね。だから憧れるのはいいです。で動きを真似して取り入れてっていうのもいいです、はい、ただそこまで無理なさらないでください、はい、うん、それがむしろ皆さんにとっての遠回りになっちゃう可能性がある。自分にそれだけの柔軟性やそれだけの筋力量があるのかどうかっていうこともご相談の上で真似る人を決めてほしいなと思ったりはしてます。彼らの正解が皆さんにとっての正解じゃないと。ウムガルということで、はい、今回はこちらで以上となります。はい、はい、ありがとうございます。やっぱり食物関係すごく、僕もこれを言うにあたって、はい、多分いい議論ができればなと思ってた。今雑誌で話題になってるとか、はい、メディアで話題になってるとかっていうのってやっぱりこう皆さん興味を持たれてね、こうやってみようっていうのがあると思うんです。ですからそれはそれで正しくやっていただきたいら、それだけ皆さん怪我もしなく上達できる、はい、だからそのなんていうんですかね、取扱説明書みたいな形で皆さんにこうお伝えできればなと思っていたので、はい、あんまりただ単にできてる人がやろうとしても意味ないですし、そうですね、はい、できてない人でもそれをやるにあたってそれを習得できるだけの時間があるかどうか、練習できる時間があるかどうか、ラウンドでそれを試すだけの時間があるかどうかと、はい、いうことも一つポイントになります。そうするとやっぱりできない、ああじゃあ元に戻そうってなったらもったいないじゃないですか、その時間、はい、なのでそういった意味ではその皆さんにとって何が適しているのかをいろいろ選択をしていただける参考になる、チャンネルになってればいいなと思ってます、常に。はい、ということで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。動画はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちら。